ミアン・マシューズは、イギリスのミュージシャン、シンガーソングライター。1967年から1969年まで、イギリスのフォークロックバンド、フェアポート・コンベンションのオリジナルメンバーだったが、その後脱退して、自身のバンド、マシューズ・サザン・コンフォートを結成し、1970年に、ジョニー・ミッチェルの曲、ウッド・ストックのカバーバージョンで、全英1位を獲得した。 リンカンシャーシューバートンアポンハンバーに生まれたマシューズは1960年代にはイアン・マクドナルドとして知られていたがジュディ・ダイブルがフェアポートを脱退した際に一緒に活動を始めたキング・クリムゾンのイアン・マクドナルドとの混同を避けるために1968年に母の旧姓であるイアン・マシューズに改名した1989年彼はファーストネームのスペルをイアンに変え それ以来アン・マシューズとして知られている。ロックンロールとフォークミュージックの両方に影響を受け、ソロアーティストとして、また様々なバンドのメンバーとしても演奏していきた。アメリカのフォークロックの影響を強く受けていた初期のフェアポートコンベンションのメンバーで、1969年に脱退するまで最初の3枚のアルバムで歌っていた。脱退後は最初にソロのキャリアに着手し、 その後、マシューズ・サザン・コンフォートとプレーン・ソングという二つのバンドを結成した。その後、ハイファイ、ノーグレー・フェイス、モアザン、A ソングといったバンドのメンバーでもあり、2000年代にはプレーン・ソングとマシューズ・サザン・コンフォートの両方を2度復活させている。現在も、現バージョンの MSC で定期的にツアーを続けており、新しいアルバムザニューマインが2020年3月末に、 リリースされる予定である。50年以上に及ぶキャリアの中で100枚以上のアルバムにフィーチャーし、2018年には作家で放送作家のヤンク・クレイトンと共同執筆した音楽業界での人生についての自伝的な本、スルー・マイ・アイズ・エイメモアールを出版した。マシューズの家族は12歳の時にリンカンシャーのスカンソープに引っ越した。16歳で学校を中退し、 地元の絵画及び装飾会社の見習いサインライターとして働いた。1960年代半ばのブリティッシュポップミュージックの爆発的な盛り上がりの中、スカンソープでいくつかの地元のバンドと一緒に歌った後、1965年の春にロンドンに移り、カーナビーストリートの靴やラベルに就職した。1966年にスティーブ・ハイエット、アル・ジャクソンと共に、 短命のイギリスのサーフミュージックバンドである3人組、ザ・ピラミッドを結成した。ピラミッドは1967年1月にデラムレコーズからシングルサマー・オブ・ラスト・イヤーをリリースした。残りの曲名アバウト・ユーは1999年にマシューズののオーファンズアウトキャストボリューム3に収録された。1967年の冬、マシューズは アッシュリー・ハッチングスによって、フェアポート・コンベンションの男性ボーカリストとしてスカウトされた。マシューズは、セルフタイトルのファーストアルバム、フェアポート・コンベンションで、ジュディ・ダイブルと、セカンドアルバム、ホワット・ウィー、ディド・ドーニャー・ワ・ホリデーズでは、サンディ・デニーと共に歌った。1969年のアンハーフ・ブリッキングのレコーディング中、フェアポートが、 伝統的なイギリスのフォークレパートリーを取り入れた曲作りを進める中で、マッシューズはレコーディングセッションに招待されていないことを知り、プロデューサーのジョー・ボイド及びアシュリー・ハッチングとの短いディスカッションの後、バンドを脱退し、自身の音楽的な方向性に向かって旅立っていった。百六十九年にマシューズはアメリカのカントリー・ミュージックとロカビリーに根指したデビューソロアルバム、 マシューズ・サザン・コンフォートをレコーディングした。元フェアポートの同僚であるリチャード・トンプソン、サイモン・ニコル、アシュリー・ハッチングスに加えて、ギタリストのマーク・グリフィス、ドラマーのレイ・ダフィーとジェリー・コンウェイ、ペダルスティールギタリストのゴードン・ハントリー、キーボード奏者のドリー・コリンズとロジャー・クーラムらと共に、アルバムを制作した。これは、彼のソングライターとしての最初の重要な、経験だったが、バンドは、 ニール・ヤングやイアンシルビアの曲などもカバーした。その後、実動バンドとしてマシューズ・サザン・コンフォート、レーター・ザット・セム・イヤーという2枚のアルバムを連続してリリースした。バンドは様々な異なるメンバー構成を経て、その後の2年間は広範囲にわたってツアーを行った。ジョニー・ミッチェルのウッドストックの カバーバージョンで1970年10月の全英シングルチャート1位のヒットシングルとなり、彼らは商業的成功を収めた。それはカナダのラジオ放送でヘビーローテーションされて第5位に達し、1971年には米国のビルボードシングルチャートで最高23位を記録した。その後、マシューズはサザンコンフォートを去り、ハーベストレコードで 自身のアルバム3枚をリリースした。2019年6月25日、ニューヨークタイムズマガジンは2008年のユニバーサルの火災で素材が消失したとされる数百人のアーティストのリストにマシューズサザンコンフォートを掲載した。1971年、マシューズはバーティゴレコードで2枚のソロアルバム、If You s スルーマイアイズ My Eyes と Tiger's w ルサバ l Survive をレコーディングした。 元ヤードバーズのポール・サミュエル・スミスによる資金提供を受けて同じ志を持つイギリスのセミホーキーたちに囲まれ以前はリバプールで活動していたアンディ・ロバーツとプレーンソングを結成したバンドのラインナップはマシューズ、ロバーツギタリストのデイブ・リチャーズアメリカ人ベーシストのボブ・ロンガからなっていた1972年にプレーンソングは アメリア・イアハートを求めてをリリースした。アルバムには、デーブ・マケネリーのアメリア・イアハート最後の飛行のカバーに加えて、マシューズのアメリア・アール・ハート最後の飛行の真実が収録されている。この曲は、イアハートが太平洋諸島の日本軍基地をスパイしていた可能性を示唆する研究に基づいている。また、トンプソンのミート、オンザレッジに対する回答である。 リーブンザガイディングライトも収録されている。プレーンソングがバンドメンバーのアルコール問題で解散した後、マッシューズはロサンゼルスを拠点に活動していたが、その後もその場しのぎのバンドで、数枚のアルバムをリリースしている。元モンキーズのマイクネスミスがプロデュースした、バレーハイ、ジャーニーズ・フロム・ゴズ・ペル・オーク、サムデイズ・ユー・イート・ザ・ベアー、ゴーホー・ブローク、ヒット・アンド・ランなどである。 これらのどれも商業的には成功しなかった。バレーファイではマシューズとネスミスがアレンジしたスティーブ・ヤングのセブン・ブリッジズ・ロードのカバーをフィーチャーし全パートをマシューズが歌いマルチトラックハーモニーを生み出した。このバージョンは1980年7月28日にイーグルスのライブでカバーされイーグルスライブとしてリリースされたことで有名になった。アルバムでの成功がなかったため マッシューズはエレクトラレコードからコロンビアレコードに移籍し小さなロックバラのレーベルに移った。1978年にテレンス・ボイランのシェイク・イットのカバーでヒットシングルを獲得し全米チャートで13位を記録した。マッシューズはロバート・パーマーのギブ・メアン・インチのカバーで適度な成功を収めた。しかし彼のアルバムスティリン・ホームと それに続くサイアミーズフレンズに対する北米での権利はカナダの小さなレーベルであるマッシュルームが所有していた。1979年にレーベルオーナーのシェリー・シーゲルが亡くなりマッシューズのレーベルとの関係は終わりを告げた。シェイク・イットという歌は1980年の映画リートル・ダーリングスの冒頭で流されている。またロックスターゲームのビデオゲームザ・ウォリアーズ中のラジオで 聞くこともできる。マッシューズの公式ウェブサイトによると、この時点で彼は15年近くも苦労していて、今でも手を尽くしていて、彼の努力については何も示すものはなく、彼のビジョンを共有してくれたミュージシャンやファンの忠誠心以外には何も示すものがなく、口先だけの生活を続けていたという。マッシューズはロサンゼルスからシアトルに移り、以前はセントルイスのバンドだった。 ハブロフスドッグのデイビッド・サー・カンプとチームを組み、パワーポップバンドハイハイを結成した。そのレパートリーには、マシューズのオリジナルだけでなく、ニール・ヤングのミスター・ソウルやプリンスのウェイン・ユー・ウェア・マインのカバーも含まれている。彼は、アイランドレコードの A&R キャパシティと、その後はウィンダム・ヒルレコードで働いていた。1977年からフェアポート・コンベンションは、 毎年クロップレディフェスティバルを開催していた。1980年代半ば、バンドの復活と新曲の録音に関心が集まった。マシューズは1986年のクロップレディフェスティバルでバンドの一員として、また他のプロジェクトでも共演するように招かれた。これが、ジュールズポーラーベアーズのジュールズシアーへのオマージュで、ある、ウィンダムヒルのウォーキング、エイチェンジングラインにつながった。 この美しくプロデュースされたこの作品はウィンダム・ヒルからリリースされた最初のボーカルアルバムだった。その後、マシューズはテキサス州オースティンに移り、あるドイツのインディペンデントレーベルで数枚のアルバムを録音した。彼は1992年のケンブリッジ・フォーク・フェスティバルにアンディ・ロバーツと共に出演し、プレーンソングのいくつかのバージョンを変更した。 最初の作品が作られた。2000年、マッシューズはアムステルダムに移り、サンディ・デニーのトリビュートバンド、ノー、グレイフェイスやプレーンソングのリバイバルなど、インディーズ音楽プロジェクトやコラボレーションに携わるようになった。オランダ南部のホルストに移り、2008年にオランダのジャズアンサンブル、シアリング・カルテットとの共演で、ジョイ・マイニングをプロデュースした。2010年9月、 40年ぶりにマシューズ・サザン・コンフォートのアルバムをリリースし、メジャーレコードレーベルに復帰した。2003年以降、マシューズはオランダのピアニストで作曲家のエグバート・デリックスと活動を共にしている。二人の出会いは、ジャズファンのマシューズがカンブリヌスで行われたデリックスのシアリング・カルテットのコンサートに来たのがきっかけでした。マシューズは、 デリックス2970年のアルバム If You Soul Through My Eyes の2003年ツアーに参加しないかと依頼した。彼らはエリックネ年、アーサーリーテン、アド・バンデル・ベントの一連のコンサートを行った。ツアーの後、マッシューズとデリックスは共同で作曲を、始め2008年のアルバム Joy Mining を発表し、マッシューズとデリックスの独自のレーベル、マトリックスを立ち上げた。 2012年、マシューズとデリックスのアルバムインザナウがバーブレコードからリリースされた。ジョイ・マイニングとインザナウは英国と米国で別々にリリースされた。2011年12月にはマシューズ・サザン・コンフォートとしてオランダのバンドと共演し、バトリンズ・スケグネスで開催された第2回グレート、ブリティッシュ・フォーク・フェスティバルに出演し、新旧両方の曲のセットを披露した。 2014年1月、マッシューズは、ジーン・クラーク・ノー・アナザーバンドの一員として、ツアーを行い、ジーン・クラークのアルバム、ノー・アナザーをフリート・フォックスのロビン・ペック・ノルドなど他のシンガーと共に演奏した。2015年1月から2月にかけて、マッシューズとデリックスは、アルバムの US リリースのプロモーションのために、カリフォルニアでツアーを行った。オランダの映画監督、 ピーター・ジョングとオリビエ・ハマーカーは、イン・ザ・ナウのメイキングをドキュメンタリーにした。マッシューズは、イギリスのプログレッシブロックバンド、マリリオンの音楽をフィーチャーしたエグバート・デリックスの、ソロアルバムペインティングス・イン・マイナー・リラでも聴くことが、できる。このアルバムには、マッシューズ、マリリオンのシンガーであるフィッシュとスティーブ・ホガース、そして、スーパートランプのサックス奏者、ジョン・ヘリウェルが参加している。 マシューズは2011年にオランダで行われたヘリウェル・デリックス・クインテットのツアーでゲストボーカルを務めた。マシューズとデリックスはマシューズのソロアルバムザ・アート・オブ・オブスキュリティのために発曲を共同作曲した。2018年、イアン・マシューズは自伝的な書籍スルー・マイ・アイズ・エーメモ・アルを発表した。この本はフェザーストーンを拠点に活動する作家で、 放送作家でもあるヤン・クレイトンとの共著である。クレイトンはこの本の序文の中で、2010年のある日、レコードコレクター誌で、これまでに書かれたポピュラー音楽についての最高の本の、一つと評された、ブリンギング・イット・オール・バック・ホームの初版を読んだ、マシューズから突然メールを受け取ったことを述べている。マシューズはクレイトンに、自伝の出版を検討していることを伝え、 それを書くことを検討してくれないかと頼んだ。ストレートな電気ではなく、すべての情報や記憶を得るために一度に何日も、一緒に作業した複数のセッションに基づいて共同執筆されたため、このプロジェクトが最終的に実を結ぶまでに数年を要した。スルー、マイアイズ、A メモ R は2018年8月にポンテフラクトを拠点とするルート出版からスタンダード版と、 マッシューズのキャリア全体から23曲を収録した2枚組のコンピレーション、スルー、マイアイズも含まれているデラックス版の2つのエディションで出版された。この本はマッシューズの人生と音楽のキャリアについて非常にオープンで正直な説明である。バートンオン、ハンバート、スカンソープでの謙虚の始まりから1960年代のロンドンへに移り住んで フェアポートコンベンションに参加し、1970年にマシューズ・サザン・コンフォートを結成して、ジョニー・ミッチェルのウッド・ストックのカバーバージョンで唯一の1位のヒットを記録し、1972年にアンディ・ロバーツとプレーンソングを結成し、ソロアーティストとしてアメリカで何年も過ごした後、2000年にヨーロッパに戻ってアルバムを作り、今日までツアーを続けている。各賞の前には、 彼の曲の歌詞がついている。本の中でマシューズは、スカンソープの少年時代にサッカーを見て遊んだこと、ブラッドフォードパークアベニューでのプロサッカー選手候補としての失敗談、そしてマンチェスターユナイテッドへの生涯の愛についても語っている。2007年にパリで行われたプレーンソングのライブコンサートの録音では、1990年のアルバムピュアクルックドに収録されている。 バズビー、エスベーブスの歌詞がマンチェスターユナイテッド博物館に誇らしげに展示されていることを観客に語っている。マシューズとクレイトーンは2019年に英国の特定の会場のコンサートツアーを実施することによりこの本を宣伝しました。ワーズミュージックと題されたこのツアーはイングランドとスコットランドの11の会場をカバーしそこで マッシューズとクレイトンの両方が本の様々なエピソードについて話し、マッシューズはソロアーティストとしてライブを行いました。彼はブライトンのグレーズで元プレーンソングのバンドメイトアンディ・ロバーツがツアーの一番ステージに参加しました。マッシューズとクレイトンは2019年英国内の選ばれた会場でのコンサートツアーを引き受けることでこの本を宣伝した。 ワーズミュージックと題された。このツアーは、イングランドとスコットランドの約11の会場をカバーし、マシューズとクレイトンの両方が本からの様々なエピソードについて語り、マシューズはソロアーティストとしてライブパフォーマンスを行った彼は、ツアーの人より、ブライトンのザ・グレーズで、元プレインソングのバンドメイトであるアンディ・ロバーツと共演した。 フェアポートコンベンションマシューズサザンコンフォートプレーンソングハミルトンプールハイファイノーグレイフェイスモアザンエイソングヤンマシューズザサーモンスモーカーズありがとうございます